7月1日、北多久町にある農産物直売所、たくさん館で、多久市の夏の特産品、青島売り漬けの発送式が行われました。ガリッとした歯ごたえが特徴の青島売り漬けは、厳選された地元産の青島売りに、砂糖、塩、酒粕のみを使用し、添加物や防腐剤を一切使わない伝統の製法で作られており、贈り物にも人気があります。でですね、販売を行っておりますので、よろしくお願いいたしたいというふうに思います。それではですね、たくさん館が主催する発送式には、 JA 佐賀、各営農事業所や武雄郵便局、市関係者らが出席し、青島売り漬け第1号予約者の菰原愛子さんへ記念品の贈呈や試食会などが行われました。いろんな方にでもございますけどもですね、まあ、今のところ一生懸命頑張ってやっておりますので、3100以上の販売目標につながるように、頑張っていきたいというのを思っています。その間ですね、いつもの通りではございますけれども、ゆうパックをはじめとしまして、行政の支援を受けながらですね、ますます盛り上げていきたいと思っているところでございますので、今後ともですね、青島売り漬けよろしくお願いしまして、簡単でございますけれども、挨拶に返させていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。熱中症対策としては、水分補給のみならずミネラル補給がどうしても欠かせないんですね。今この数年来振り返ると、あちこちで6時化とかね、 1.5 時化という言葉がありますけども、農産物はですね、実はいち早くこのことを熱心に取り組まれたのが、この一つの成果が青島売り漬け、タクの青島売り漬けだと思います。毎年注文はされてますか？毎年知ってます。いつもご飯と一緒食べるんですか？はい、ご飯と、はい。今年の青島売り漬けは、天候も、恵まれてですね、かなり身の厚く、ジューシーな仕上がりとなっております。ぜひ皆さんもご賞味ください。塩辛いのと、あと酒粕の甘さもあってですね、やはりご飯のお供が一番最適なんじゃないかなと思います。今年もですね、美味しいと感じていただければ、来年も、ご予約の方よろしくお願いします。青島売り漬けの店頭販売は、たくさん館のほか、多久町の市物産館、蓬莱庵、佐賀市の佐賀フード館、キラでも行われています。